今日はよろしくお願いします。メディアの政治エンタあ、最初に質問です。すみません。最初に質問です。皆さんは政治っていうワードをどこから聞きますか？天聖くん。テレビ。考えいいですね。じゃあ、新聞。ネットの掲示板とか友達から聞いたから友達はどこから聞いたんだろうか。皆さんのこんな政治っていうワードどこから聞いたかっていうと、大半はメディアから聞いたものが大半である。そんな風に僕は思います。じゃあ皆さん、そのメディアから聞いたものって一体どうなのか。ここで何を言いたいかっていうと、私たちって常にメディアというものに囲まれています。皆さん毎日 LINE とか Twitter とか Facebook とか見て、必ず自分たちの日常生活に影響を及ぼしているのは確実にメディア、こういうことは言えると思います。メディアとは人から人へ一方的に発信される情報伝達の媒体のことです。メディアには2つのタイプがあります。まずはマルチメディア、テレビのように静止画と音声を合わせた動画のようなものをマルチメディアと言います。ソーシャルメディアは Twitter や Facebook のように友達とつながることによって情報交換をするものとしてあります。メディアと政治、題名にありましたようにメディアの政治っていうものがありましたが、じゃあこれは一体何の関係があるのか、それについて見ていきたいと思います。最初に昔のメディアについて遡っていきたいと思います。最初のメディアは第二次世界大戦まで遡ります。当時日本っていうものは治安維持法というものがありました。知ってる人どんくらいいるか手挙げてもらえますか。日本史で勉強した人は知っているかもしれませんね。どんな内容かといいますと、当時の政府に対する批判や言論に対して政府が反逆と捉えて厳しく取り締まるものでした。これは本当に笑えません。今から出す画像に対して皆さんどう思うかはわかりませんが、カニコーセンという本知ってる人はいますか。作者の名前わかりますか。この小林武さん、実はこの治安維持法によって殺されてしまいました。なんでかっていうと、政府と異なる政治思想、だから政府がやりたいことと違うことを考えてたってだけで秘密警察に捕まって殺されてしまいました。これが当時のご遺体の画像です。全部あざです。うわ、これを見て本当に笑えますか。このようなことが行われ、情報統制というものが行われ、日本というのはどん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 情報が偏っていきました。ここにあるデータがあります。1931年4月に当時の東京帝国大学、まあ、今でいう東大ですね、東大である意識調査が行われました。満蒙、満州って言った方が分かりやすいですかね。皆さん、中国、今の中国東北部に関東軍、まあ今でいう日本軍ですね、日本軍が
武力行使することは正当であると、まあ、簡単に言うと満州に日本が攻めたら攻めることっていいこと悪いことっていう質問を東大生にぶつけました。これが当時の報告ですね。これ今の日本人がどう見ても侵略行為ですよね。どう見てもなのに、まあ当然ですよね、学識のある東大生なら理解できる内容だと僕は思います。しかし結果は予想に反するものでした。正当であると思った人が 88% もいたんですね。東大生ですよ。当時の日本の一番上の学部、学校、知識を一番持っている人たちが 88% って答えてしまう。なぜか。当時の日本のメディアの状況を説明します。まず上に軍部というものがあります。その下に圧力や統制をかけます。じゃあ何が下にあるか、新聞やラジオなんですね。要は今みたいに自由な報道ができない、そんな状況になったわけです。こうして軍部が新聞社やラジオでコントロールすることで国民に対して軍部の正当性を示していた、信じ込ませていた。まあ詐欺ですよね。許せないと思います。こうしてメディア各社は日本軍の輝かしい成果だけを伝えた。じゃあ逆にその戦果が及ぼす影響などマイナスの情報を伝えなかったんです。こうして日本は平和、そういうワードだけを頭の中に入れて自分たちがやったことは何も知らないふり、今もそうですよね。そういうこういう状況ができちゃったわけです。ちょっと怒ってますね自分。ちょっと抑えます。まあこんなグダグダなプレゼンですが、僕はどうしてもここで皆さんに本当に伝えたいことがあるんです。これだけ今日持ち帰ってもらえれば本当に僕は嬉しいんです。決してメディアを信じてはいけないとは僕は言いません。それは皆さんが信じたことを受け入れてほしいです。でもメディアの言うことって一つの意見だと思ってほしいんですね。夕方のニュースやること、例えば政治問題、安倍さんが何か言った、へえ安倍さんってこういう考えなんだ。でもよくよく考えてみてください。安倍さんが国会で言ってるっていう内容って1時間以上あるんですよ。1時間以上それを5分のニュースの中にまとめるってことは全部取り上げられないわけですよね。だとしたらどういうことが起きると思います？調子いいとこだけ抜粋されて、そうですよね、普通に考えてそうですよね。でもみんなそれを見て、ああ安倍さんってああいうこと言ったんだとか信じちゃうわけですよね。これって恐ろしいことだと思いません？ここから読み取れること、メディアの影響を受けるのは仕方ないと思います。でもそれを鵜呑みにせずに一つの意見として頭の中に捉えてほしいんです。じゃあ何をすべきか、自分なりに考えて判断して意見を言う、これは当たり前のことですよね。でもみんなしてないですよね。
じゃあ昨年の12月、衆議院選挙がありました。投票率何パーセントだか知ってますか？50%。正解。50%。でもよく考えてください。笑い事だと思いますけど、日本国民の中で 50% しか国の大事なことを決める会議の議員さんを決めてないんですよ。じゃあ20代、じゃあちょうど僕たちと同じ世代ですね。20代の人が投票に行った数字知ってますか？24%。そんな低くない？それは高齢者です。30%。 30% ですよ。俺らの7割何してるって話ですよね。でも皆さん笑ってるかもしれないんですけど、もしかしたら皆さん投票行かないですよね。それじゃ困るんですよ、本当に。こうやってみんな Twitter とか LINE とかやって、日本のやってること、政府がやってること文句言われには自分で変えようとしない。日本国憲法の前文にこういうものがあります。この憲法は国民の不断なる努力にもって行使される。まあ、簡単に言うと、自分たち国民が努力をしなければ憲法は行使されないんですよ。真面目になって考えてみてくださいよ。恐ろしいことじゃないですか。こんだけ俺らが平和平和って暮らしていけるのってその憲法のおかげなのに、俺たちは何も考えずにただ毎日楽しいことだけ考えて、例えば大学で上池になって楽しんだりしてやる、まあそれもありだと思いますよ、ありだと思うけど、そういうことってなんて考えないですか、真面目に。じゃあ安倍さんみたいのかどん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 進めていきましょう。そうしたら社会全体が間違った方向に進むかもしれないですよ。多数決ほど恐ろしいものはないんです。なんでかって、多数決って要は多い人がいる方が決まるってわけですよね。でもそれって一番怖いんですよね。ノリがあるから。ノリ、皆さん覚えてますかね。民主党政権になった時って覚えてますか。ハトポッポとか分かります、初葉山。あの時って、あの時ってみんな自民党、当時麻生首相って人がいました。麻生首相って人がいて、鳩山さん、この2強でした。どっちが勝つか。でもみんな自民党政権なんか変えたいと思いましたよね。古臭いとか。でもそれって政治の内容を見て言ってるのかなって。どうですか、まだ選挙権はなかったわけですけど、どう思います？みんなノリとかで決めてません？政治を考えてほしいんです、本当に。変えることが善みたいな流れになって、そう、それはおかしいんです。まあ多分みんなこうですよね。政治って何言ってるか分かんないって。おっと、これ違う。でもなんかもう、もうめちゃくちゃなんで最後にします。もう言いたいことは言いました。今日はプレゼンじゃないと思います、こんなこと。本当に授業だよ。ただ最後に言いたいことがあるんです。
ちでいくか。最後にもう一回言います。よく聞いてください。メディアのことを鵜呑みにしないでください。皆さんの頭で考えてください。なぜなら私たちはメディアに囲まれているからです。これは僕が今日言いたい最後のメッセージです。どうか覚えて帰ってください。こんなプレゼンありがとうございました。